普通の手配なんで素直に進めていく。まあここがここですね、将棋はね。いきますか。ちょっと待って、これ集中力大事だからな。俺のだから時間かけれないから、ガチでやりますか。はい。ちょっとタバコ吸って、マジでガチで集中するわ。一応なんかリクエストあったからね。昔ハム将棋相手に裸短期で戦う枠やったの覚えてますか。指示したの私です。裸王で俺が戦ったってこと？裸王で戦ったら勝てるわけねえやんなもん。全部試合、ちょっと待って、面白い面白い。ちょっと待って、原川さんといて。全部試合、うまっ！全部試合？この、今年で一番うまかったコメントかもな。今年で一番おもろいコメントかもしれん。うん。ナイス。おもろいコメントしていく。はい、じゃあ行きますよ。ちょっと待って。俺はだから考えてやる将棋だとちょっと時間かかっちゃうんで、配信でやってるからね。ちょっとガチやりますね。ちょっと椅子の高さを押して。これダメだ。一手損しちゃうから。これダメ。早い？いやいや、フリーでこんなん、ゆっくり考えてしおらん。うん。ま、二人の時間奪っちゃうから。うわあ！ちょっと今日クリックダメだな。あー集中しろよ本当に。何しようこいつ。何や銀がちょこ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 。舐めてんなマジで。ちゃんとやれよ本当に。舐めた将棋してんちゃうぞマジで。何が銀がちょこちょこしとんねん。あ歩がない。はなんで俺歩ないの。そんなことある。え、俺の歩はなんで俺歩ないの。なんで俺歩、え、相手が歩2枚。え、俺そんななんか駒損した。意味わかんない。え、意味が普通にわかんない。え、なんでないんだろう。え、駒損した記憶ないけど意味わかんない普通に。え、普通に意味わかんない。銀に取られた。俺、駒損しただけなんだ。相手強いな。あー、やることない。なんもやることない、マジで。いや、将棋はマジでな、初心者、中級者がやると何もやることないしな。やったらやったで仕留められるからな。やらんほうがいいぐらいなんだな。変な動かしたら負けるからな。2オフ ?2 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 ん ?1、2。2オフ。あ、ここからか。はあ。これか。2オフからバラす。え？バラす。ここや2オフやって、取られて、金取れない。はあ？何してんの？あ、
あ？あ、これダメだ。角がこう来たんか。そういうことか。待ったは10回まで。うん。ちょっと誰かいいぞ。ちょっと教えてくれ。うん。ちょっとこれは俺ダメだ。俺多分これやったら負けるわ。将棋強い人やっていいぞ。うん。勝てそう。山田さんやってくれもう。5、7角。ナイス。5、7角。ナイス。5、7角。おー、ナイス。5、7角。将棋うまいな、お前ら。一致してる。すごいな、みんな一致してガチ勢は。次はどうする？勝てそうになったら俺行くわ。三五分。うん、三五分行こうか。うん、どうする？職銀？職銀？職銀じゃない？何直って？職銀？あ、あ、道か。道銀？道銀って何？ごめん、道銀わかんないから、ごめん。一応早い文字なんだけど、道銀わかんない。3、4分ね。よし。次。取られたぞ。北海道銀行の略か。2オフ。よし、2オフ。うん。86。うん。86。あれ？なあ、これ。これはダメだろ。これ、こっち、こっちか。なあ、ミスとか。78銀。あ、78ね。あ、ごめんごめん。間違えた。こっちか。うん。こっち行っちゃった。うん。こっからやな。いい戦いになってきたな。あ、道銀は同銀ってことね。三五銀ね。よし。早いもん順でごめんね。三五銀ね。バラバラになってきたな、みんな。これはまあ取るしかない。うん。王手来たな。うん？これ取るしかない。うん。やばいやばい！は？どうすんの？え？え？いいのか？ミスった俺。兄さん不なり？兄さん不なり。うん。すごいな。金より。ちょっとごめん、金よりわかんない。78、チン。チン？チンって何？ 78？ チン？チンってドイツ？カツラチン？な、誰？チンって。同飛？もうわかんない。ちょっと順番で。同飛ね。同飛行くか。行っちゃうね。ほんとか？飛車捨てていいのか？本当なのか？本当これ？飛車捨てていいの？ダメ？ダメ、ダメな人が二人以上いたら戻すわ。これダメ？普通に。あ、同飛ダメ。あ、わかった。ごめん。アンパンマンさんごめんね。ちょっと戻すね。77金？あ、チン、同飛の次。77金ね。1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5,6,7 ここね、はい。7の金から4,4角で攻める。もう来たぞ。来た来た、やばいやばいやばい。やばいやばい、普通にやばい。
玉引き？玉引きって何？7-1玉？ 7-1 ってこんなとこ行けないぞ、こんなもん。こんなとこ行けない。79玉。あ、79玉。はい、よし。うん、ナイス。玉直相手の線は切れる。おー。あ、来たぞ、これ。歩がこんなとこ。この意味。あ、これをずらしたいのね、この線を。この線をずらしたい、相手は。同飛？同飛ね。うん。なごい、舐めてんな。何してんの？アホやろ。何しようこれ。何しようこれ。取るだけ？取って 何がわかんの？何しようこれ。アホやろ。こっからは俺でも勝てるわ。こんなアホみたいな。アホみたいな麻雀し。何しようこれ。何しようか。あ？何しよう。何しようか。何しよう。何しようか。うん、こっからか。これいけんちゃう？行くぞ、俺。ちょ、行くな。うん。ちょっと一旦やってみろ、俺が。いい攻めしたな。いい攻めしたな、これは。いいな。あと一個あったら勝ってたもんね。なんか、あと一個何でもあれば勝ってたな。詰みあった？マジか。これもうダメだろ、多分。こうなっちゃったら。こうはダメだな、もう大手もないもんな。ダメか。罪やった。マジ、わかったわかった。ちょ、待て待て。待て待て待て、やらして、やらして。ま、やらして、やらして。ちょっと待て、やらして。俺、やらして、ちゃんと。じゃあ、やっちゃうんだよ、もう俺、もう、本当に。早くやりたいから。罪やった、わかった。マジか、どこだろう。すごいな。てか、この速さで罪やったとかわかんだ。お前ら、将棋やれよ、エムリグ水に。将棋の方がいいよ。将棋は神ゲーだもん。初段でもわかる罪。え、マジで？ちょっと、どこ？は？待って待って待って、じゃあ分かった分かった。俺気づくわ。俺勝ってたんだ。ここは、まあ角だろ？こうだろ？こうだろ？こうだろ？こっからか。こっからか。ここで、銀打ちか。は？え、どうなんだ？あれ？え？ちょっと足りないな。あれ？え？積み合った。あ？ちょっと待って、ほんとか？こんなのっても、え？こっち来られて？どうすんの？もう一個足りないな、やっぱな。ほんとか？適当に言ってるだけちゃうか？お前ら麻雀もダメだけど、将棋もダメだろ。ほんとに詰め合ったんか？ダメだな。これ違うな。もっともうちょっと持たなきゃダメか。これの金がダメか。こっから冷静にやるか。これは多分いいんだよな、でも俺の中で。どこだろう？どっからやったらいいんだろう？こっからは多分詰まない。
は？もしかしてこれか？こうか？違う？違う？違うかな？違う、違うか？うわ、じゃあ、うわあ、なんか一個足りない。一個なんだよな、あと一個なんだよな。もう、詰む寸前なんだけどな。どう、こんなやってもダメだよな。いや、どうなんだ、ダメかも、ダメだよね。ダメだ。ん？ん？知らんぞ、こんな一匹で逃げてって。知らんぞ？あ？こんな一人で逃げていいんか？こんなもん裸やん。裸探求。知らんぞ。いや、ダメだな。ダメだ、ダメだ、ダメだ、ダメだ。これダメだ。もうダメだ。こんなもん、いけないもん、ここに。ダメだ。ダメだ、ちょっと待って。ダメだな。足りないから銀ネットとかを変え。お、足に変える。ちょっと待って、銀で打った、足に、足りねえ。あー、銀で打った、俺。ちょっと待って。戻すか、ちょっと。どこら辺かダメだ。罪があったって言ったもんね。銀で受けた。ここが、負に変える。おー！ほー！負に変える。あ？これで銀が一枚余った。は？ってことは同じ手順でやったらいいんだ。今と。同じ手順でもう覚えてねえぞ、こんなもん。だいぶ前にやったんだから。ちょ、待て待て、やろうやろう。できたな、一回できたな。ちょ、俺何やったの、これ。飛車ぶち込んだか？角か？いや、多分飛車行ったな。あ？何やったんだろう、俺。とりあえず4を角？ぶち込んだ？さっきは。じゃあちょっとぶち込まして。あ、弱い角やつは違うやん。ナスさん、ちょっと違うやん。こっちね。さっきはこっち。で、ん？あれ？こんなん見たことないな。さっきと変わったかな、やっぱ。バタフライ効果。変わった？変わったか。え、ちょっと待って、さっきこんなん見たことないな。え、一緒？え、マジ？俺、あ、いや、あの時集中したらもうゾーン入ってたからな。忘れちゃったな、もう。何したんだろう、俺。ぶち込んだ？ぶち込んで、いや、こんなんいけないよ、こんなん。隠してした、俺。こんなんした？全然、こんなんした記憶ない。え、こんなんないないない、こんなんやっと、なってない、こんなん。なんこれ。意味わからん。こんなんやったくよくない。もうええわ、もうオーディエンス使うわ。もうしゃあないわ、これ。うん、やっていいよ。3四銀で勝ち？ 4 三銀どっち？ 3 四銀でも4三で、発先ね。3四銀ね。これで勝ち？ちょっとこれはマジでやるわ。ちょっとさすがにこれで詰ませなかったら終わりだから。うん。まあ、こと。どっかで途中で並べ詰みになるとこあった？早くてわからん。いや、俺もわかんない。早くて。凝ったけど。なんか違うな。もっと、なんか、熱い、勝ち方したかったな、今な、こんなあっさり投了してくるもんな、相手。逃げろよ、てか。CPU だろ。31O で逃げてくれよ、これ。あっさり勝ちましたって言われても分からん、俺もよく。熱かった、これ。逃げてまた負け。あ、まあまあ、そうだけど。うん、また9回。あ、おお、また10回までって言ったもんね、俺ね。うん。また10回まではいいんで。
ちょ、待って。これむずいな。コマトクの時点で勝ちだったか。わかった。ありがとう。ね、余裕か。ああ、まあそうか。でも、王がここにいるはちょっと怖いけど、勝ちか。本当にあったんか、てか。じゃあ、ここ銀打って、じゃあ、こっからやらして。じゃあ、本当に、だから、罪やったとか言ったやついたから、こっからじゃあ、やってよ、ちゃんと。本当に勝ったか。これで本当に勝ったかやってよ。ここから。やって、いいよ。最後にこれだけだから、ちゃんと、罪あったとか言ってたから。それ、これで、だから、リスナーが詰まして、終了にしよう。将棋。いいよ、やって。まあ、だここは負のがいいんだけど、多分。やっていいよ。詰んでそうな気はした？ああ。身内は困ったんなくなる。いや、だから、これでも詰んだって言ったもん、誰か。だって。詰んでるとこあったって言ったから。これ罪ない？いや、いいよ、やってみて、ちょっと。いいから、なくてもいいから。頑張ってやってみて。あったって言ってて一緒に。はい。44角から34金。お、ナイス。T さん、初コメありがとう。44角ね。うん。で、34金。はい。やばいやばい。あれ相手変わった？詰んでなかった？じゃあ詰んでないってこと？でいい？これだとどう、ええよ。T さんやってみて、誰か。この後はもう負け？取るしかないよね。こんなもん。27手詰め。27手詰めの詰め将棋はちょっと俺は無理だな。7手ぐらいじゃないと。三三金。あ、途中で詰んだ気がするんだ。うん。これはいいよ、いいよ、やってみて。ここから。27つ目。何してんの、いいっすよ。いいよ、やってみて、ちょっと。しかも、これちゃんとソフト誰か入れてくれたんだ。おもろすぎやろ、それが一番おもろすぎやろ。俺がパパパってやってんのに、これをちゃんと入れたんだ。何かのソフトに。で、出たんだ。ね、いいよ、この次はどうすんの。うん。大輔さんに番目見したい。うん。守れって言われる、多分。うん。これもう、序盤がおかしいって言われる。さすがに。全通麻雀だから。2三金 ?2 三金。うん。んで？ん？ああ、じゃあ、これむずいな。角取り？ちょ、待て、やって、誰かやって、ちょっと、俺、変なことやると、また、めんどくさくなっちゃうから。2三金？ 2 三金？いけない、いけない、こんなとこに。2四飛、いいよ。全然どんどんいって。別に負けてもいいんだから。どんどんコメントして。うん。ん？勝てそうやな。いや、ここに王が来られたらあかんな。いや、いいのか。飛車もあるもんな。こんな適当に言ったら勝てるもんな。適当に言ったら勝てる。絶対。うん、何でも勝てる。だから、駒がこんだけあるから。ん？厳しいな。ん？厳しいな。厳しい、厳しい、厳しい。え、いや、これ厳しい、厳しい。勝てない、勝てない。あ、2、2、なんか違った？誰かが。違った。どこ？こっから違う。2、2、金ではなく、2、2、飛。2、2、飛？
2二金ではなく、2二金なんてないよ。あ、ここか。わかったわかったわかった。俺がまず金打った、はい、取られた、飛車取った、で、こう取られた。で、ここで、ここね。おー、え、ここに行けるんだ。ん、え、わからんわからん。飛車だったらどうなる？角が取れる？いや、角取ってもあかん。王手角取り？でも角取っても金取られる。いいのか。角なくなるから。あ、こっちか！え？こっちおかしい。これ言って。待て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 、ちょっとやらして。2二飛車取り、飛車で取る、2四で取る、角取られる。ここで角取られる、ここからか。まあ勝てそうか、こんな困ったら。うん、でも王手ができないよ。え、わからんわからんわからん。詰ませられない。間違えたの誰か。これじゃつまない。何してんねん、マジで。何してんねん。二四飛車？ん？二三二飛車なり。あー、あ？角取られて？逃げられない。こっちはダメだけど、こっちなんだ。で、ちょっと待って。これでは、これで詰むって言われてもな。わからんな、もう。いや、やってみて。やってみてくれ。ちょっと俺、ダメだ。俺やったらすぐ、変なことになっちゃうから。どうすんの？いいよ、やって、誰か上手い人。4三銀？いや、ハテナ打てるからダメ。ちゃんと自信ある人やって。上手い人が。ん？さっきのガツミさん、もうわからん、もう。何してんの、マジで。あ！あー、ダメだ、ダメだ、ダメだ。126度。どこに打つのよ、これ。銅もないし。何してんの？ 三三角成り。はい、わかった。むずいな、ちょっと待って。ここに銀打つとか？こっち？こっちじゃないんだ。へぇ。こっちなんだ。なにこれ？なんなこれ？全然意味がわからん。で、2五銀？うん。あ、金が下げといて、打つ。あー、何してんの？あ？あれ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 ？あ、じゃ、ああ！積んだと思った。いや、もう、これ数の暴力いけるやろ。よっしゃーい！しょー！ポーフクトゲーム！ありがとうございます！勝てたね、ほんとだね、勝てたわ。ありがとうございます。将棋は神ゲーだね、やっぱな。こんなよだれつくことないもん、Mリーグで。ああ、よだれ出ちゃうもん。ちょ、ティッシュ取ってくる。あ、あった。あ、あ、ビニール袋。いや、神ゲーだな、やっぱ。うん。将棋は面白い。俺も高校の時ね、やっぱね、高校の時やっぱり、クラスに将棋盤なんか置いてたからやってたもんな。喧嘩とかもしてたしな。
坪井翔と森良二が喧嘩してたもん、殴り合いの喧嘩で。いやー楽しかった、ありがとうみんな。いやー、あーでもごめん、5分で終わるとか言ったけど30分やっちゃったね。正気いつもこうなんだよなー、5分10分でやるって言って1時間2時間やっちゃうけど、今日は30分か、まあ、いいか。30分の動画なんで。はーい、ありがとうございます。じゃあこちらね。え、ナンバーの検討はメモチップ、え、たったの90円ということで、じゃあナンバーの動画も90円で見れるんで、よかったらね、お願いします。はーい。じゃあ、動画終わりますか。はい、じゃあ本日将棋やってきました。はい、楽しくできました、本当に。うん。やっぱね、なんかね、いや、俺ね、将棋はね、正直、もう上手くなろうと思ってからやってないんだけど、将棋やることによって、学んだのが、ライト勢の楽しさを学んだ。だから俺結局だからガチ勢にもし、いやいや、勉強しろよとか言われたら、いや、うるせえよってなるの。だから、俺もさ、他の人の配信見てて、すごい下手な人が麻雀やってると、麻雀だと結局さ、ピンフドライチダマとか言ってたら、いや、リーチしかねえだろ、下手くそが、みたいな。で、なんならコメント打ってさ、アホじゃねえのとかさ、打つ可能性もあるじゃん。トンパツでピンフドライチダマってたら。だけど、将棋やってみて分かった。そうじゃないんだよ。勝ちだけが楽しいんじゃないんだよね。ただこれを将棋というのも触れ合って、ただ自分がやりたいことやってるだけで、それが、自分にとっての楽しみ方っていうのを理解した、将棋やって。それまでは分かんなかったもん。ピンフドレッシュとかピンフドレッシュ黙って何が楽しいんだって、こんな。全く勝てる、まあ、じゃんでもないことをやって、もしね、例えば自分がね、いや、こんなリーチしかないよって言って、配信者に、いや、別に好きにさせてくださいって言われたら、アホじゃねえの、死ねえよとか思ってる可能性あるけど、将棋やって分かった。いいんだって別に。好きにやって好きに楽しむことが、その人にとっての生活を豊かにする、一つの道具で使ってるから、人に対してそうやって言うのはおかしいんだなっていうのを学んだ、将棋で。うん。本当に楽しかった。実は5級かよ、おい。うん、数層も、数層もいいだから、Mリーガーでも別にそもそも、第一打数層打っても、勝ちを追い求めてるかわかんないから、うん。だから、それに対して、俺がね、とやかく言っても、いや、私は別に勝ちを求めてませんよって、とにかく第一打数層を切ることが私何よりの将棋の楽しみですって言われたら、それは、やっぱり俺も受け入れなきゃいけないから、それを本当に将棋から学ばせてもらった。うん。VTuber の何とかさんも学んでほしい。少しよろしい。てか、なんで俺そんな3級とか、そんなのないよ、俺。初段とかにも勝ってるよ、多分。ちゃんとやったら。まあ、今回はちょっと俺の実力が見えなかったかもしんないけど。そんな良くない俺。おじいちゃんは本当に5段くらいあったもん。おじいちゃん死んじゃったけどさ、将棋道場も行ってて、本当に死ぬ間際まで、将棋は趣味だったからね。で、俺の将棋の出会いは、おじいちゃんに小学生の時に、漫画で学ぶ将棋みたいな本を、まあ、買ってもらって、で、それでおじいちゃんが将棋強かったから教えてもらったって感じかな。初段はないです。違う。だから、違う。まあ、ないでいい。ないでもいい。わかった。はい。まあ、でも、本当ありがとうございます。まあ、それも通してね、皆さんとね、こうやってできたことはありがたいね。おじいちゃんありがとう、あの時。将棋、漫画で学ぶ将棋っていう本を買ってくれてありがとう。おじいちゃんはもう死んじゃってますけどね。はい。